7月3日本日ですねついに我が町宮城県石巻市でもコロナウイルス感染者が2名確認されてしまいましたまずはねその2名が重篤でないことを願っておりますそして今 sns ではもう真偽不明の情報がもう様々飛び交ってますでその2人をねまるで こう炙り出したい,かのごとく、えー、いろんな情報が飛び交っていろいろ詮索して、えー、そしていろいろな、えー、怒りだったりのツイートとかすごい増えてますけれども、えー、まずこういう状況ですのでまずはきっちり情報源のある情報を信じて、まあ、基本的には市や県からの公式な情報をまずは、えー、信じてほ、えー、しいと思います。 えー、そして、ね、無駄にこういろんな噂を立てたりしないのはもちろんもってのほかです、えー、どうしても、えー、こういう情報を行き交ってで職場あぶり出してただただみんなで袋叩きにするような構造になってしまうと例えばちょっと風邪気味なんだけどコロナだったら怖いなっていう人がもう潜んでしまう恐れの方が大きいと思うので、うん、やっぱコロナになってしまうのはもうしょうがないというか今回はその観光だったらしいですけど、えー、仕事でじゃあ 別に東京じゃなくても仙台で移んない保証もないですしどこで東京の人に会うかも分かんない状態なのでやっぱりねそこを無駄にこう攻めてもしょうがないですなのでまずは冷静にそして自分のできることをまずはやっていくのが肝心だと思います基本的にはずっと言われているように3密を避けそして手洗いうがいをきっちり行うそれをまず基本にして 外出の時にはマスクをしてそして不要不急の外出は控えるそしてその2名足取りとかは今のところ分かんない状態ですのでとにかくですね油断せずにかといってとにかくただただ恐れるだけでも日々の生活があるのでただただ恐れるのではなくてきち自分ができることを、まあ、なるべく感染しないように生きていくっていうことが寛容だと思います。 えー、まあねどうしてもこういう感染、えー、症ですので今まで石巻0人だったのがむしろすごいなと、えー、今の石巻ってこう東京だったり仙台だったりいろんな人が行き交う町に、えー、なっているので、えー、その中でね今まで出なかったっていうのがまずすごいことだとも思いますので特にねそんな誰かを恨んでもあまり自分にとってもメリットがないのでまずは自己防衛。 なんせその感染者の職場とか足取りが分かったところでですねそれがどう広がっているのかは自分では分からない以上とにかく自分ではどこでも移る可能性があると思って自己防衛していくしかないと思っておりますなのでね皆さんも、えー、特にそういう真偽不明の情報に踊らされないようにまずは自分のできることを確実に行う、えー、それに尽きると思います。 これ以上、ね、石巻でコロナウイルスが広がりませんように。